おはようございます。本日はあきちゃんの紹介で埼玉県上尾市にある上尾園に来ました。上尾園の小池の方を貸し切りで釣りをしています。本日貸し切り。池の感じはこんな感じです。ここに革新マンさんが座ってましたが、革新マンさんは向こう側しに笑うヘラブナさん、右左手に、ツバヤンの翼ちゃんのやつ、ツバヤンチャンネルさんで、その隣が私で、その隣が店員さんがいます。おはようございます。あきちゃんのお父さん、はい、YouTube 出ても大丈夫ですか？全然 OK です。初めまして。初めまして。どうですか今日は？今日は息子に漁道を教えてもらう。あ、なるほど。私竹沢をね。おお、なるほど。ヤーマンさん。はいはいはい。あ、そうですか。漁道は私やったことないんで。あ、そうですか。今度また後で教えてもらいます。じゃあ本日は一つよろしくお願いいたします。お願いします。あきちゃん、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。そうですね。あったけストーブ。これは父のシリーズです。あ、なるほど。両うどんという釣り方、2つの針にうどんをつけて、さなぎ粉かなんかで混ぜるんですか？まぶし粉っていうのはあります。はい、こういう粉を、あ、なるほど、まあ、ペレットをくっつけて釣るっていう釣りです。ありました。じゃあ本日はよろしくお願いします。はい、あ、その隣にビッグボス、ビッグボス、ヤーマンチャンネルのヤーマンさん、ビッグボス、どうですか今日は？え、仕方しないでこっち見てよちょっとぐらい。おはようございます。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。じゃあ両丼で頑張って釣ってくださいね。どういう状況なんですか？上がってるか。頑張ります。あ、そうです、手前にゆっくり、大釣りレッスン中です。でした。じゃあ頑張って。はい、はい、よろしくお願いします。はい、また今度対岸に今度移動してみたいと思います。あれ、革新マンさん、いつの間にか。ちょっと革新マンさん、まだ撮ってねえんだよ。革新マンさん、おはようございます。おはようございます。 YouTube 大丈夫ですか？あ、大丈夫です。顔出しで。あ、はい。今日はどういう釣り方で？あ、もう発射口を決めて。はいはい、大きいです。両団子で。両団子です。わ、もう何枚出ました？7枚出てます。おー、今日の騒がしですねこれ。寒さにもうやられながらやってます。お互いのシマノの帽子で、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。番長、番長、釣れてる？え？釣れが多いからさ。うん。釣れが多い。沈没しちゃったじゃん。沈没。あ、棚上がってんの？給尺に？うん。
まあ、頑張ってよ。ここが私の席です。はい、隣にいるのが翼さんです。おはようございます。え、これ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 何よこれ。朝から加工してます。あ、今度はあれね、両団子ね。両団子系です。あ、だ両団子がいいのかな。なんかね、今ペレット系のがいいって教わったから、うん、ペレット系でちょっとやってみよう。今確信マンさんが今あれで8枚目だよもう、ね、いいよね、うん、じゃあ頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。な、な、出てたんだっけ。え、やるぜ。レッドハンピング。あれレッドハンピング。よろしくお願いします。おはようございます。どうですか。相変わらずおでこです。いや、ここは結構魚が動いてるから、絶対釣れますよ。どうなんでしょう。揺れていまいち反応よくない。あ、よくない。両団子の方がいいな。はいはいはい。まあ、そのグルテンを使い切ったら今度両団子でやってみてくださいよ。使い切るまでには相当時間がかかりそうだ。竿は。竿は九尺。九尺。ここです。あ、はいはい。竿は九尺の両グルテンの底。魚はいるんですけどね。いますよね。ちょっとあんまり興味がない。今確信マンさんは今8枚目あげたよね。うん、よし、じゃあこの辺でポチッとします。チャンネル登録といいねマークと、よければコメントもよろしくお願いいたします。ポチッ。